カプロ 2CA-4 は第一次世界大戦中に開発されたイタリア王国空軍の3発3用爆撃機である。イタリアのメーカーカプロ2社の G カプロには CA-3 に続きより大型の機体の開発を開始した。CA-3 と同様に尾翼を支える2本の胴体と中央連結部の胴体に上積という形状の3発3用機であり、 ツインビームの先端に牽引式のエンジン2機と上席の後端にプッシャー式のエンジン1機を設けるという得意な配置をしている。左右の主翼下にそれぞれ4輪、ボギー配置の固定式出脚を持ち、尾翼にも左右1つずつのソリを設けた。良好な性能を示したため、イタリア軍は CA-4 として採用し、オーストリア・ハンガリー帝国の攻撃に用いられた。 いくつかの種類のエンジンを積んだ派生型があり、40機以上が製造された。CA-42 が最も良い性能を示し、32機が製造された。この CA-42 が当時の爆撃機の中では最も多くの爆弾が積めた機体の一つである。リバティエンジンを積んだ旅客機 CA-48 は乗客23名が搭乗できた。 ありがとうございます。